ルイス・ハミルトンがビーガン食で5キロ増量しました。ルイス・ハミルトンは今年ビーガン食で体重を5キロ増量させたことを明かしました。ルイス・ハミルトンは菜食主義の強烈な支持者であり、ビーガン食が自分をより良いアスリートにするために役立っていると力説しました。インスタグラムで、筋肉もりもりにしようとしているのでプロテインが必要でした。僕も体を大きくしようとしているので今年5キロ増やしたし、完全なビーガンダイエットで68キロから78キロになったよ。ルイス・ハミルトンはコメントしました。ということなんですが、はい、解説の米谷さん、はいはい、このビーガン食というのはどういったことなん、どういった食なんでしょう。よくあの肉類を食べない、お魚を食べない、はい、これはベジタリアンって言いますよね。いますよね。野菜だけを食べる人はベジタリアン、はい、ただしビーガンっていうと、うん、動物の体を通ったものは全て取らない、はい、例えば卵も取らない、おー、なるほど、乳製品も取らない、はい、油も使えないね。油も使えない。植物性だとダメってことね、はいはい、植物性の油しか使わない。あ、なるほど、はい、植物はいいってことね。そうですね、はい、動物がダメなの、はい、というのがビーガン食なんですけど、それに、うん、まあ、去年からハミルトンはその完全なビーガン食、もともとは、うん、魚だけにまずして、はい、その後ベジタリアンになり、で、うん、去年の途中から完全なビーガンに切り替えたそうなんですが、はい、まあ、それ以来彼自身は非常に体の調子がいいと、まあ、精神的にも安定していると、はい、うん、まあ、ちょっともともと攻撃的すぎますから、動物の肉取らない方がいいぐらいの、安定した精神を発揮してますよね、はい、これ増量でもダイエットって言い方をするんですか。多分それとダイエットと、うん、あの体重が増えてるのは別だと思うんですけど、ビーガン食にして自分の中でその体の悪いものは出していくと、はい、いらないものは削ってっていうこと、ね、はい、と同時に、まあ、今あの、うん、最低重量の規定が変わって、はい、ドライバーがそんなにダイエットしなくても良くなったじゃないですか。あ、なるほど。そうなるとドライバーとしては自分がつけたいところに筋肉つけられるようになると。あ、なるほど。まあ、それがあったんで、うん、ハミルトンは筋トレをして、まあ、プロテインも飲んで、筋力をちょっと増やして、まあ、それによって結果的に体重が増えてるっていうことですよね。あ、なるほど、はい、まあ、それがハミルトンにとってはかなりプラスに働いてるんでしょうね。なるほど、なるほど、はいはい。なので、まあ、体重が増えたこととビーガン食っていうのはあまり関係はないとは思いますね。ああ、そういうことね。よくは我々もメルセデスのホスピタリティに行ってお昼ご飯いただきますけども、うん、 はい、いくつかそのビーガン食ですってこう置いてあるものありますよね。あ、そうなんだ。太郎さんいただいてないですか。うん、多分いただいてないと思いますね。動物性をガンガンいきますから取りすぎですね。あ、じゃあ来年はビーガンやってみたっていう企画どうでしょうかね。耐えられない。耐えてください。ビーガンやって、みるみるこう、ビーガンやって5キロ増えてみた。あ、そうか、増えていいんだったらいいのかな。別に減らしちゃいけないとは言ってないですけど。なるほど、なるほど。分かんない、ビーガンに なるんで、物足りなくてもっともっと食べちゃうっていう可能性もありますよね。あ、なるほどね、うん、じゃあビーガンにすることによってこうあの糖尿が良くなるのか、はいはい、進んでしまうのか、はい、やってみた、はい、なるほど、はい、やりますよ。まあ、なので本当にビーガン食の影響でこうなってるのかどうかは分かりませんけども、まあ今いろいろね、カーボン、二酸化炭素排出量の問題とかいろいろあって、うん、F1 全体でもそれを減らしていきましょうっていう話はしていて、でハミルトンも前々からそういうドキュメンタリーとかを見て結構そういうふうにやっていかなきゃねっていうのはすごい感じてたらしいんですよね。なるほど、まあ、その一環で動物虐待、動物を殺して、じゃあ動物を、まあ、畜産とかでこう育てて、食べるために育てて殺すみたいな、それはいかがなものかっていう彼はずっとその感じてるわけですよ。あ、 なのでそれもあって彼はビーガンになるっていう風に決意したらしいんですけど、なんでまあ日本のあの捕鯨とかね、イルカ漁とかもすごい批判的、あ、なるほど、それを批判するドキュメンタリー映画を見たもんだから随分批判的に何とかしろよみたいなことを言ってるんですけ ど、そんなこと言われても困るよっていうね。まあ、そうですね、はい、わかりました。まあ、だから二酸化炭素排出量を減らすっていうことで、まあ、彼自身も車はもう全部売って、メルセデス その電気自動車に全て切り替えた、はい、イギリスのうちもアメリカのうちも全部電気自動車にして、なるほど、なるほど、で、まあ、前はプライベートジェットであちこちこう飛んでましたけど、それもプライベートジェットも売り払って、はい、飛行機で飛ぶのもなるべく少なくする、
飛ぶ時も、まあ、あのいわゆる普通のコマーシャルフライト、普通の飛行機に乗って、はいはい、移動するということで、なるべくその二酸化炭素排出量を減らすっていうことはやってるよと、はい、まあ、F1 ドライバーがエンジン燃やしてガソリン燃やしてエンジンでバンバン走ってる F1 ドライバーが二酸化炭素だの、環境問題だの何言ってるんだという批判もあるんですけど、でもそういう立場にいる人だからこそそれはやる、そういう努力をする、で世間にアピールするっていうのは重要なことだと僕は思いますけどね。